古き聖地。さあ、皆様、本展覧会の目玉とも言うべき一枚があちらに見えてまいりました。私は小羽を張り、居並ぶ20名の客人たちをこのガイドツアーのクライマックスへと誘ざなった。仮層に白亜の石畳をのんびり歩く人々、中層に幾億人の信者たちが長年愛し続けてきた壁、墳母、ドーム、上層に 歴史を癒すかのごとく雲間から暖かい日だまりを静かに届ける澄んだ青空朽ちた漆喰の額縁に収まる印象的な風景はそんな景色だった吹き抜けの展示室はパーティションで時代別に四分割されていて各エリアの壁には聖地エルサレムを題材とした歴史遺産絵画たちが程よい感覚で掲げられている 室内中央はよく育った観葉樹を大きなドーナツ型ソファーが取り囲み、のんびりできる休憩スペースとなっている。太い幹の周りでよちよちと歩く小さな男の子を優しく見守る若い母親の姿が美しい。この絵はエルサレム在住のユダヤ人女性が描きました。氏名は公表されていません。ご存知の通り、三つの宗教の聖地は、 わずか1平方キロメートルの城壁内に共存し、愛されています。かつて、道筋や所有権が争われていましたが、現在では優しい気配りで共有されています。画家は、この何気ない日常の日だまりに、人々の愛情と尊さを感じ、写し取ったそうです。書き手が絵画に同風していたメモ書きを、私は空で読み上げた。 人やかな文字でしたためられた優しい文章は、ユダヤ人女性の穏やかな人柄を、そのまま転写したかのように感じられた。文頭には短い挨拶、末尾には日々の暮らしぶり、裏面には落ち着いたフレグランスの香り。それらが物語っていたのは、シンプルに優しさだった。確かに絵のタッチをよく観察すると、彼女のそうした一面がそこここに現れているし、すべてのありようがまた、 実に自然体で暖かい。まるで聖母のような、または精霊のような。そんな幸せさが室内全体に浸透するように流れ、客人たちは皆、静かにその空気感を味わい、しばらくの間のんびりと絵画を眺めていた。その様子を私は後ろから眺めていたわけだが、絵画は彼らを包み込み。 私たち全員を含めて一つの絵画といった感覚を覚えたことが案内係として小さな驚きであり大きな喜びでもあった。聖地とは神仏や精霊などにまつわる神聖なる土地である。その尊さや温かみは宗教、民族、概念などの垣根を越え全てが等しく大切に愛されているものだ。 教えの解釈や他者の認識には多少なりとも違いはあるが、根幹に流れる慈悲深さや温かみは全てに共通するもの。そうした真心、優しさこそが神仏や精霊そのものであり、人々の毎日を見守り続けている。その思いを誠実に受け止め、喜びや幸せを隣人へ送ることを、私は大事にしたい。 目の前で輝く古き聖地という名の絵画は静かにそう語りかけているような気がした。あなんて美しいんだろう。古き聖地。ME14 年7月1日。セントラルタワーズムーンガザ美術館。展示ガイドナーフスキーン。